奈良県知事選挙がですね、とても注目されているわけですけれども、現職で5期目の立候補した新井候補ですね、この新井候補がなぜ5000にチャレンジするのかと、5000名に出ても勝てないっていうのが事前の予想ではっきりしていて、でそこにですね、平木翔さんという非常に有能なですね、総務省の課長を辞めて柏市出身ですけれども、故郷の奈良県知事選挙に打って出たこの平木翔さん、彼がですね、自民党奈良県連は推薦をするということにしたのに、結局ですね、この現職の新井さんが立候補したためにですね、自民党は本来5000名の知事なんかにはですね、推薦出さないと決めているので、さすがにこちらに出すわけにもいかず、かといってじゃあ平木さんに出したかというと出していない、どうなってるんですか茂木さんと、いうことをですね、私はこの動画で何度か訴えてまいりましたが、新井候補自身がですね、東京に言われて出馬したと言っていますね、ということで、これを横山さんっていう方がツイッターで述べておられます。東京に言われて出馬したっていうことを新井さんが言ってること自体はちょっと一時情報としては得ていないので弱いところではあるんですが、東京に言われてっていうのは自分から5000名にチャレンジしたんではなくて、茂木さんや二階さんに言われて出るように言われたと、つまり自民党の票を平木さんと分けることによってで維新の候補が勝つ可能性が高くなる、そうなると結果としてですね、自民党の奈良県連の会長である高市さんにダメージが与えられると、こういう計算になるのかなと。断定はできませんけど、ちょっと考えれば誰だってわかる話ですよね。もともと知事は4年あるわけですから、3選で12年、4選やれば16年、この新井さんは16年やっていて大変なご高齢であるわけですから、当然勇退して、そして平木さんに譲って、平木さんが自民党候補として出ると、そして維新の候補と戦うと、これがまあ筋ですよね。ましてや高市さんは新井さんに相談なく平木さんを連れてきたとかではなくて、平木さんの方が先に立候補を表明していて、後で高市さんによろしくと言って言ってきたと。でそこで当然5期目になる新井さんには勇退してもらって、この平木さんに当然自民党の本部も推薦をくれると、自民党推薦となると思っていたのに、実際はそうなっていない、したがって苦戦を強いられているということなんですね。しかし自民党の幹事長たる人、しかも奈良県連が推す人が落ちた方がいいっていう考える、これはまた随分狭い了見で困った話ですよね。政治系の YouTube チャンネルに広熊チャンネルというのがあります。私もよく勉強させていただいて、この広熊さんとっても素晴らしい取材をしておられます。広熊チャンネルで実はですね、この平木翔さんと広熊さんのですね、対談が出ております。そしてこの対談の前に最初に高市さんがですね、ご挨拶されます。非常に素晴らしい YouTube 動画でした。平木翔さんのお人柄がとってもよくわかる動画でして、広熊さんも声でしか知らなかったんですけれども、広熊さんの本当の顔をですね、今回は晒しておられます。まあ私のように最初から最後までずっと晒している人間はこの世界には実はあんまりいないんですけれども、広熊さんの顔を拝見できたのもとってもよかったんですが、平木翔さんのですね、岐阜県の副知事の時のコロナの対応の素晴らしさなんかがデータできちっと出されておりまして、素晴らしい動画だと思っていました。こういう意欲のある48歳の若い平木さんにですね、ぜひとも維新の候補に勝って奈良県知事になってもらいたいなと、つくづく私は実感した次第です。広熊チャンネルでこの平木さんと広熊さんの対談ですね、見ていただいたらいいんではないかと思いますし、冒頭の高市さんの挨拶も素晴らしいです。それから最後に申し上げたいのは、今日は5日ですけども、4月4日の高市早苗経済安全保障担当大臣の定例記者会見、今回はだいぶお元気になっておられて、3月31日の時とは打って変わってお元気な高市さんのお顔を見ることができて、とっても良かったなと思っております。平木翔さんの当選をお祈りいたします。